Lark on shell. Fly. Lark. Attack.改めて山田だよ。そう、こうやって喋ってるってことはもちろんそうさ。フライングラルガタックは昨日に引き続きジャズバー、シックなムード漂わせながらお届け。俺の横には2人の紳士、静かにバーボンを傾けてるぞ。ご紹介しよう。ミスターハイド&ミスターユキヒロ。どうも、ハイドと申します。おー、いい飲みっぷりだ、かっけー。どうもどうも、ユキヒロと申します。ほら、成人の日が過ぎたからにはもうユッキーも酒も飲むぐらいの勢いそんなわけで今夜もおっと、今日はジョン・コルトレーン、ムーディーなサックスに合わせて昨日の続きをやっていこう。さあ、分かってるな、みんな。いつものように部屋の明かりグッと落とせ、部屋の鍵もかけろ、ラジオを耳に近づけていくぞ。ラルク・アダルト・シエル、まあ正式にはラルク・アダルト・シエル、勇気を出して告白しよう、ラルク・アン・シエルの初めてのアダルトっていう感じ。はいはい、昨日ユッキー聞いてたって分かるでしょ。うん、もうね、うん、昨日のハイディもね、今日ちょっと忌憚なく言ってもらいましたね。いやいや、あんなことまでありがとう言ってくれるなんて、たくましいだろ。素敵です素敵ですね今日ももういい匂いだろ。今日もいい匂いだお、昨日と変わってねえぞ、大衆勝負だ。さあユッキー、俺が今から言うキーワードに対して思いつくままに、アンドありのままに、アンド真実のままに、ここ大事、もう何も隠しちゃいけない、さあ行こう。フライングラルクアタック、成人の日だよスペシャル、ラルクアダルトシエルユッキー編、ラルクアンシエルユキヒロの初めてのアダルト、レッツアダルト。まずはベックス。本はですね、僕は小説ですね。おう、読んだのはいつ頃？あんま僕本読まない人だったんで、遅いですね。10代後半ぐらいですかね。10代後半で覚えてる、ハマった作家さんがいて、その人島田雅彦さんですね。おー、それは何がきっかけで？初めはですね、ファンの子がくれたんですよ、一冊。それからですね、何気なく読んでみようかと思ってから、それまで一切小説なんていうものに読まなかったですね。そうね、普段読むのって大体なんですか？漫画読むんですか？漫画は単行本になってから読みます我慢強いですね、それはハイド君も一緒です。週刊誌の時は読まず、わかりました。やっぱりアダルトは、焦っちゃダメ焦っちゃダメなの、山ちゃん走っちゃダメ。そう、そのぐらいこう溜めて、そうだよ、取っといていいぞ。さあ次行こう。続いてビデオス。ビデオでアダルトって言ったらそういうのしか浮かばないけど、あえてそういうのを初めて見たのは、いつだろうな。友達がレンタルビデオ屋でバイトしてて、その人がダビングして持ってきたやつかな。日本人？日本人でしたね。おでも丸見えの丸見え日本人ちょっとびっくりしたそれはいくつ、それいくつだっけな。わ、10代、うん、やっぱり丸見えにはびっくりした。いや、もう知ってたことは知ってたんだけど、おっと、さらにアダルトアダルトストーリー、アダルトヒストリーまでが聞けそうな中。いや、そういうものは仮面の中で、そうですね、見るのはびっくりしたね。いや、ほんとね、今なんかそれが当たり前になっちゃってて良くないね。そう思うでしょ。そうだね、なんか子供たちも、あんなのね、29インチとかで見るもんじゃない本当に、100インチとかで見るもんじゃないよ、何考えてんだっていう感じでしょ。そう、ね、やってみないよ。そしてプレイズ、タバコとかかな。また言った、それは聞いた、昨日聞いた、全然興味なし全然ユッキー、タバコと同じぐらいですよ。やめられないし、火がついちゃったらもう根元まで、灰になるまで、あといろんな銘柄も試したいし。なるほどな、いいぞ山ちゃん、いいぞ。最後に、others。 others ね、これ言っとかないと。何、なんか聞きたいことあるの？そうだな、俺が聞きたいのはユッキーは、なかなかやっぱほら外にあんまり出かけないっていう
イメージが多いから、うんうんうん、ユッキー外は外外はどここれから僕出かけますよ。おというのも、うん、ユッキーはそういいねライセンスを取ったからね。そしてカーを買ったので、うん、持ったからね。おおカーセックス。おおハイディ違うでしょ。ユッキーが言わないのに。オーマイガード。オーマイガード。違う。やっぱりねやっぱりユッキーといえばね。ユッキーといえばカーセックス。うん、いやそれぐらいこれからしていこうな。なるほど。今日だけ。もうユッキー今日だけごめん。だからね大人になった感じする。あ、うん、やってみたら。ちゃう。何か撮ったんだ。乗ってみたらね。うん、じゃあまたやってみた時メッセージちょうだいね。わかった。これで大丈夫かな。うん。二人のアダルトラルクタイムもう言い残したことはないのかな。バッチリだよ。バッチリ。ユッキーも、うん、バッチリ。うん、さあ以上でラルクアダルトシエルユッキー編、ラルクアシエルハイドの初めてのアダルト&ユッキーの初めてのアダルトたっぷり聞いたが、とにかく今年成人になった人おめでとう。もういいぞ。自由だ。頑張れ。これからの活躍をハイド&ユッキーともどもお祈りしているぞ。